早速私のね、はい、メルマガを読んでいただいて、はい、すぐにAmazon 輸出取り組まれて、私も Amazon 輸出やってみて、ね、そんな売れませんねって言われた時に、誰に教わってやったんですかって聞いたと思うんですけど、まさか私のメルマガ見ただけで始めてるとはちょっと夢にも思わなくてですね、あれだけのきっかけで始めるとやっぱさすがすぐに、ね、輸入で1000万やるだけのことあるなと思ったんですけど、確かあれですよね、15品載せて4つしか売れないから売れないって、7品で7品でしたっけ、3品から7品で3品で売れないって言ったんですよねどう考えてもね、7つしか載せなくて3つ入れたら売れるんじゃないかと思うんですけど、一応まあだから可能性的にはそれだけありますし、あとアマゾン輸出やっぱり載せてすぐ売れるのがいいですよね。私もハワイ行って帰ってきてから、私売らないとカッコつかないなと思って載せたんですね。でそしたら、載せて、まあとりあえず100載せて、これで売れるといいなと思ったら2時間半後に売れてたんで、やっぱきちんと値段を見てれば売れる状況ではありますね。やっぱり今 Amazon 輸出ってちゃんとやろうとするとアメリカの法人とかビジネスアカウントが必要なんですけど、多分ケンさんと同じように Amazon 輸出かって言って、とりあえずアメリカの銀行口座を作って、であとは売れてから考えようってことでやっちゃう人が多いんで、ライバル増えてるんですね。きちんと載せただけじゃなくて最低価格になってるかとかいうのは見ないと、2ヶ月半前よりはライバルやっぱ増えてる感じがします。で今日の話で何か年収1億円に少しでも近づくことはできましたでしょうか。そうですね、いろいろヒントがあったので近づけそうです。ありがとうございます。よければどの辺がヒントになったかとかを具体的に言ってもらうとすごいありがたいんですけど具体的にですか、はい、商品の選定というか、はい、何を売るかっていうところを探すときに、はい、名前をクリックすると、はい、まあ、ライバルの名前をクリックするとそのライバルが扱っている商品が出てきて、はいはい、その中から自分で、チョイスしていくっていうので、はい、で全体から絞るよりも、もう売れてる中から絞れるので、はい、まあ、効率的に出品できるかなと思いました。そうですね、はい、ちなみに名前じゃなくて評価ですね。あ、そうです、評価をクリックした、評価、はい、で今7品載せたのはそういう載せ方じゃなかったんですか。全く違います。適当に、適当に、はい、で適当に自分の興味のあるものを載せたら、はい、でもハマってるんでしょうね。だって7品載せ3つ適当に載せたと売れたらそれはすごいですよね。そうですね、はい、やっぱり1000万やってつけた商品力っていうか目利き力が生きたんじゃないかなと思ってますね。じゃあぜひ、ありがとうございます。目標通り1億円到達するようにしていただけましたら、はい、お手伝いできましたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。